如現れたエイリア学園、やつらを追ってナナシカ公園へ。って俺たちが宇宙人だって。次回、黒いボールの陰謀、さらば豪炎寺修也。豪炎寺どうしたんだよ。ストライカーを探して白蓮中学へ。さあ、お前のプレーを見せてくれ。え、こいつ雰囲気が変わった。次回、もう一人のエースストライカー、決着をつけるぞ、レイゼ。イプシロンから襲撃予告が。俺たちは絶対に負けないぜ。京都で出会った小暮優也の秘めた力とは。次回、研ぎ澄まされし聖者たち、これがイプシロン。影山の作った新帝国学園、それは驚きのメンバーだった。その時、軌道は。次回、宿命の対決、影山対響き。影山、絶対に許さないぞ。やってきたぜ、大阪なにわランド。エイリアのアジトを捜索だ。え、まさかこんなところにあったなんて。次回、なにわの大要塞を攻略せよ。さあ、特訓だ。じいちゃんが残した裏ノート、探しに来たぜ、福岡よかと中学へ。さあ、究極奥義を特訓だ。次回、発見、じいちゃんの裏ノート。ヒロト、どうしてお前が。豪炎寺、今どこにいるんだ。俺はこの沖縄で絶対お前を見つけ出すぞ。次回、燃え上がる爆炎、豪炎寺修也大復活。豪炎寺、サッカーやろうぜ。ついにエイリア学園の本拠地へ。みんなの心を一つにして、さあ勝負だ。次回、最終決戦、ジェネシスの脅威。これがライモンサッカーだ。エイリア学園に勝って俺たちの旅は終わった。ところが、俺たちがライモン中に戻って見たものは。次回、稲妻イレブンよ永遠に。みんな、サッカーやろうぜ。